どうもこんばんはでございます。小田エリナですせ。服かわいいだってありがとう。これかわいいよね、このニット。お気にね、髪型かわいい。今日はね、生写真の撮影でした。そう、いろんな衣装着ました。でも今日結構少なめだったね。そう、なんか懐かしいって思うような衣装とか、えってこれ着れるんだって衣装とか、おーって衣装とかなんかいろいろありました。気になるってお楽しみに。爪でも塗ってんのって、よくわかったね。今塗ってます。すごいね、よくわかったね。今塗り塗りしてます。髪型いいになってありがとうね、ヘアメイクさんにやってもらったので、今日は撮影だったのでね、遅くなったけど土曜日の劇場とかに楽しかった。よかった、私もね楽しかったよ。なんか雫公演ね楽しかった。久しぶりだったからかめちゃ楽しかったです。なんかでもやっぱセリはね上がんなかったですね。そう、なんかネイト公演はね上がんないって言われたんです。そう、なんでって思ったよね。エイトも上げてって思いますがね。セリ上がね、上がることを願います。イベントされてないですか？してないです。そう、料理選抜ね、ちょっと1回目は参加したんだけど、2回目はちょっと参加しませんでしたね。なんかそう、参加してもねすごい楽しそうだなって思ったけど、そう今回は本当になんか料理頑張りたいって、本当に入りたいって思ってる子に頑張ってほしいなって思って、そう私はそう料理選抜をね、ちょっと本当今まで料理してなすぎて、そう、まあこの前にショールーム選抜に入れていただいたのもあるので、私はねそのシュガーナイト1本で、はい、やっていきます。これは本田さんに誕生日プレゼントでもらったネイルです。本田さん、乾かし方、今乾かしてます。じゃあ二度塗りさせていただきます。お、黄色、そう黄色のネイルあんましないんですけど、そうもらったんでね。これは髪イラやる時もね、まあ、ちょっと塗ってました。結構黄色、
懐かしいね、カミーラ。でも9月か、やばいね。もうじゃあ10月過ぎてもう11月ってことだよ。え、もう今年残りわずかですね、本当に。やばい、どうなっちゃってんだって感じでやらせていただいておりますが、うん、もうどうなっちゃってんだってね、早くないかって、まあ、みんなが思ってると思いますが、本当にそうなんですよ。うん、あっちゅう間やな。私はね、髪の毛を染めたいです、早く。そう、髪の毛なんか黒染めしようかなってレベルで、もう茶色が嫌すぎて、あの茶色の髪色が。そう、いやなんかね、トリートメントしてもらったんですよ、一昨日ぐらいに。それまではねちょっと黒かったんですけど、やっぱね頭をね、あの綺麗にトリートメントしてもらうと、やっぱ色がね明るくなっちゃう、抜けちゃうから。そうだからちょっと早く髪染めたい。絶対染める。うん。絶対染めたい。金髪もねしたいけどね、まあ、タイミングですね。今ちょっとなんかチーム系明るがみが多いんで、そう明るがみが多いからしないですね。うん。すごい黄色。はみ出さないのすごいなって。え、そう、塗るのね、めっちゃうまいんですよ、ネイル。なんでこんなうまいんだろうってぐらい。マジで。うまい。今日まだ一通も送ってないや、ネイル。ね、お待ちくださいませ。へい、エクステつけたくなってきた。最近メイク変えた？だって。え、ちょっと変えたかも。あのね、アイラインをね、黒にしました。でも頻繁に変えてるんですよね、メイク。なんか今までは適当にメイクしてたんですけど、最近はなんかこういう感じの雰囲気にしたいって時はこういうメイク、
こういう感じにしたいって時はこういうメイクってなってます。うん、そう、アイシャドウが目立つだって最近思ったのは、え、やばい。でもね、ちょっとめんどくさくて塗りすぎちゃう今日とか、いや塗りすぎてはないけど、アイシャドウね、そう最近発色重視、そういっぱい持ってるからさ、メイク道具いっぱい使わなきゃって思っちゃう。最近食欲ありますからって、めっちゃありますよ、鬼のようにある。ブルベってなんかな、なんかなとか言って、なんかブルベ、イエベとかはちょっと検査してないからわかんないんですけど、まあ、なんかメイク道具でさ、これはブルベにおすすめみたいな、なんかこれはイエベにおすすめみたいなやつあるじゃないですか。なんかああいうの気にせず使ってますね、結構。そう、好きな、なんかこれ、あ、この色かわいいと思ったものを使ってます。さすがにあのさ、ピンクの蛍光みたいなリップみたいなのはねつけない。真っピンクとか深みのあるピンクとかはつけるけど、そう今時の女性はみんな調べるのかって思ってたらって調べてない。でもさ、見た感じでわかるじゃん、これだからもう好きなのつけてます、似合わなかったら使わないみたいな。そう、とかも見てわかるじゃん、なんかブルベイエベみたいな色とかあるけど、見てさ、この色好きだなって着たら似合いそうみたいなのわかるじゃないですか。そう、いやそういうの、そういう感じで買ってますね、服とか。ブルベイエベとかあんま気にせずに、うん、カラコンとか似合いそうで、カラコンね一時期してたんですけど、元カレですの期間の時、いや似合わないなと思った、カラコン普通でいい、なんか普通の目でいいやって思った。なんか作り物感がねちょっとあんまり、なんかあのアプリの写真の加工とかもあんまり似合わないんですよ、顔が。あのそう、あのさ、加工したいんですけど顔を、なんか小顔とか目大きくとかさ、アプリのフィルターで加工したいんですけど、その顔にすると本当に違和感がすごくてそう、なんか普通の現実のカメラで撮って、そこからまあ肌とか滑らかにするけど、なんか形とかをそういじりたくても、いじったらなんか違和感がすごすぎてあんまりしない。そうだから、カラコンもあんまり、うん、なんか加工する必要ないとかじゃなくて、なんか似合わない加工が、そう。
髪型好きです。嬉しい。はい、完成しました爪。イエイ。黄色。この間クリスマス終わったと思ったらもうクリスマス来るのかって、それな、それな、ほんとなんで早いな、早すぎる。クリスマスケーキは食べるよってありますかって、ないけど絶対食べる、絶対食べる、ないけど食べます。よいしょ、うん、クリスマススモハルありますかだって、え、ないんじゃない、なんかお話し会だしその日。エリサンタ楽しみですだって、エリサンタ何それ、何ですかそれ、分からない、何だろう、何やろうなそれは。去年は午前だけお話し会とかで匂わせしてたねだってね、私もさ、スモールあるよとかって言われてないのにもうそれで分かったもん。去年ガトーショコラ食べてなかった？だって、え？覚えとらんな。覚えてない。ガトーショコラ食べたっけ？え？今年はトナカイさんではなくサンタさんが見たいな、だって。仲いい、あ、生写真かな、サンタさんがいい、普通に。エリサンタみたいだって、サンタの衣装でも着てないな、生写真とかでさ毎年着るけど着てないね、サンタの衣装、サンタグッズないのかな。自前ないの？だってないよ、持ってない。やっぱりチョコ系のケーキが好きなんですんだって、え、どういう子情報？私は白いケーキの方が好きです。モンブランも好きだけど普通に白いケーキが好き。今日はよし、てててんてててんてててんててんてててんてててん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 、へい、てん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 、
ちゃんのメール普段見せない心の内を聞けて好きですって、え、心の内見せてるかな。メール最近なんかもうほんとメールさマジでなんかお腹空いたっていうか、なんかご飯のこととか適当なのだって、いや適当ではない、一番ねメールが自分のこと書いてますけど、心の内そうだね、うん、確かにお腹すいたとか何々が美味しかったとか書いてますね、うん。今日はいいなの日なんですが、今いいなと思うものは何ですか、だって。え、 USJ 行きたい、 USJ に行きたいな、 USJ に行きたいな。USJ のあのマリオのところ行きたい。ディズニー今日からツリーが復活、え、クリスマスシーズン、すごい、ジブリパークでしょとか、ジブリパークはどうだって、え、行きたい、ジブリパークってどこにあるんだろう、愛知、え、そうなんだ、行きたいな、愛知だったら隣の隣の県だからさ、ワンチャンある、隣の隣、私は神奈川、隣静岡で、その隣が愛知だと思ってます、うん、うん、そう、静岡横長だからね、そう、静岡なんもなくてごめんね、だって静岡はあのお茶畑があります。うん。誰でも知ってる情報ありがとうだって。いやいや、知らない方もいるかもしれないから。いや、さやかハンバーグ行きたい。富士山もある、そうだよね、富士山は静岡と山梨の境目に生えてる山ですよね、うん、そう、なんか昨日夜寝る前にね、YouTube でなんて調べてたんだっけな、高所恐怖症の人は見ないでって検索したんですよ、検索して YouTube で高所恐怖症の人は見ないでって検索して、高いところから高いところの視点の動画とかが YouTube にあって、それをずっと見てたんですよ、でもう手汗やばくて、それ見てもうそれ見てマジでめっちゃ汗かいて寝た、疲れて寝た、
そう、私高所恐怖症ではない、あんま高いとこ行ったことないか分かんないんだけど、やばくない？なんかさ、本当に高所恐怖症とかじゃなくてさ、マジで誰でも怖い高さのところからのあれとかで、動画で、そう、なんか VR でさ、高いところにかにさ、あるミッションをさ、クリアしていくゲームみたいなのがやりたいんですよ。あれあれやるの夢。海洋恐怖症の動画みたいだって。あ、そう、海の底でしょ。そういうのもたまに見ますよ。ダムの写真とか見ます、結構たまに。調べてみたくなっちゃう、ダム。バンジーしたことない、してみたい。バンジー目線の YouTube で見たら寝れなくなるだって。なんかさ、山登りとかさ、なんかすごくないですか、やる人。だってさ、山じゃないじゃん、崖やん、あれ。なんか普通の山はさ、なんかハイキングみたいな、普通に山をさ歩くだけじゃないじゃん、山登り。ガチの山って、日本の多くの山とかはさ、ちょっといかちい靴で、ちょっと一本のなんかこういうの持って、こうやって登れて、あー山頂着いたみたいな、あー綺麗みたいな感じで行けるけど、海外のさ、でっかい山とかさ、マジで崖みたいなところさ、なんか綱みたいなのやってさ、すっごい狭くてさ、すっごい足場狭いところをさ、こうやってやったりすんじゃん。あれなんでですか、なんかすごくない？あの、まず人間が通る道を誰が作ったって思う。すごいよね。だってさ、一歩さ間違えたら本当死んじゃうじゃん、あれって。てか、まず登るのはさ気合で行けても、降りんのどうすんのってめっちゃ思うんですよ。そう、なんかテレビとかで登山するときもさ、登るとこばっかりやってさ、山頂ついてさ感動で終わるからさ、降りるとこ知りたい、逆に。絶対降りる方が大変でしょ、だって絶対そうだと思うよ。やばい、登山中にクマに襲われる動画怖かった。え、見た見た見た。クマが登山してたら、クマがわーっと襲ってきて、のみんなこうやって動画撮ってて、うわーとかって言って、ちょっと足でクマと戦ってってね、まあ、最終的に撃退できたんだけど、めっちゃ怖いなって思った。登山中にクマが襲ってきた。そう、見た見た、すごかったよ。なんかもう10回ぐらい見た、その動画。だからもうなんかクマのぬいぐるみとか言ってらんないよね。クマってさマジで強いやん。クマのぬいぐるみとか言ってらんないよ、マジで。そう、
でもエリちゃんクマ好きでしょ。だってでもね、ショールームで見るクマとその動画で見たクマ全然違った。なんかマジでショールームのクマと野生のクマ全然違う。うん、怖い。もしクマに会ったら死んだふりをした方がいいみたいな言うじゃないですか。でもあれはねダメです。死んだふりしちゃいかん。硬直すんの、こうやって。クマがいたらもう 木になる。もう硬直、動かない。背中を絶対に向けない。そう、何も声とかで威嚇しない。手も出さない。そうで、クマが飽きたら、クマがちょっと背を向けた時にこうやって後ずさっていくっていう。そう、それが正解。そう、いろいろね調べたんです、クマについて。もし自分がクマに遭遇したらどうしたらいいんだろうって。そう、いろいろ動画とか見て研究して調べて、そういろいろちょ知識は頭に植え込みました。そう、何があるかわからないから、人生は。あ、そう、クマスプレーもある。クマスプレーもあります。ネットで売ってるんで。なんかクマにそのスプレーをかけるといいみたいな、なんかツイッターで見ました。でもさ、蜂が黒いものを熊と思ってくる、ね、虫って黒と黄色にめっちゃ寄ってくるんだよね。黄色だって。いや、なんか小学生の時にグラウンドでなんか防災訓練かなんかやってた時に、なんか黒と黄色の服を着てて、誰かが着てたのかな、めっちゃ虫が寄ってきて、えって、あ、やっぱ黒と黄色ダメなんだみたいな、あのその時に小学生の時に思った。うん、怖いよ。
メールありがとうございます。あ、来ました？よかったです。蜂は黒い色を攻撃する習性があります。蜂怖っ。なんかさ、いちご狩りとかに行くとさ、蜂がさ襲ってくるやん。蜜蜂いっぱいいるやん。ちょっとビビっちゃうよね。うん、怖いよね。細かすぎて蜂の巣駆除シリーズを思い出したって。え、何それ面白そう。見てみよう。蜂の巣の駆除見たいな。YouTube 蜂の巣の駆除。おお、うわうわキモい。え、虫キモい。虫嫌いなんですよ。でもね、虫嫌いだけどマンホールに殺虫剤やったとこの動画とかめっちゃ見ちゃうんですよ、たまに。そう、そう見ちゃうんです。おーチャンネルだって。おーチャンネルさんってめちゃ虫のことやってるやつじゃない？あ、実験みたいな知ってるやつでしょ。いや、なんかね、見れないですね、おーチャンネルさん。ちょっとなんかかわいそうかもってちょっと思っちゃって見れない。うん、私の好きなおすすめの動画はね、圧倒的不審者の極みっていうチャンネルなんですけど、圧倒的不審者の極みっていうチャンネルはいろんなもので包丁を作るっていう YouTube 動画やってる人なんですけど、すごいね、本当に何でも包丁にできるわけ。なんかすごくて、なんだろう、何でも包丁にするの本当に。パンで包丁作ったり、あの牛乳で包丁作ったり、本当ろうそくで包丁作ったり、でも本当にそう、段ボールで包丁作ったり、すごくてめっちゃ面白い。面白いというか、なんかえー、みたいな。そう、おすすめです。うん、圧倒的不審者の極み。顔出しはしてないんですけど、そう、でもね、見ちゃう、めっちゃ。あの、最近見るのなんだろうな、登録、自分が登録してるチャンネルってどうやって見るんだ。あれ、登録してるチャンネル、すごいゲーム実況が多すぎて。
料理系見てない。お料理系見てない。一個も見てないや。何のゲーム配信ですかって。なんか街のゲーム。あのさ、めっちゃ最近街作るゲーム、シティーズスカイラインズっていうゲームのゲーム実況ずっと見てる。なんか街を、なんだろう、あの街作っていろいろ人口増やしたり人口減らしたり、そういう流れをなんか見れる動画ゲーム。面白いよ。なんかそのゲームの中でね、私が見てる実況者さんは街を作って、わざとあの川の中の川でさ、みんな水取って、その川の水をさ、みんないろいろ加工して飲むわけじゃん。でその取る水、川の水をまずお水にして汚くして、でその水をその人口全員に流れるようにして、わざとあの町の人たちを病気にさせて、でそう、なんか病院をなんかすごく町から遠くに作ってみたいな、でどれだけの人が病院にまでたどり着けるのかみたいな実験とかしてる。ゲーム実況を見てる。うん。最近の中学生は YouTube 見ないんだって。だって、そうなんだ。いや、見る子は見るんじゃない？絶対多分見てると思うよ。見ないわ、さすがに。自習室にいる中学生みんな YouTube 見てる。だってそうだよね。ああ、TikTok か。なるほどね。TikTok やってないから分からんわ。TikTok ね、もう時代は TikTok なんだ。ショールームじゃないんですか。時代はショールームじゃないんだ。TikTok さ、なんかたまにさ、本当にマジで街とかで撮ってる人いてさ、映ったら嫌だなってめっちゃ思う。なんか映り込んだら嫌だなって。よくさ、なんか学校でさ、撮る子もいるみたいじゃん。なんか教室とかでさ、そことかにさ、マジで映りたくないじゃない？やってない人は。だから本当、自分の時代に TikTok なくてよかったなって思った。そう、
結構古い考えやなって。え、これ古い考えなの。中学の時にスマホとかなくてよかっただってでも中学校はさ、スマホいじんないじゃん、学校内で。なんか昨日公衆電話見たら、公衆電話ってもう使えないのかな、なんかこの公衆電話は使えませんって張り紙が出てた。それが使えなかっただけなの、たまたまか。懐かしいテレフォンカードとか、チェンソーマン見てますか。で、見たいんだけどね、見てない。だから見たいのありすぎて全部見てない。なんかマジで見たいって言ったやつ一個も見てない。生まれてから見たいって言ったやつマジで一個も見てない。うん。なぜ見ない？だって見れないから。うん。ラティアス見てなさそうだって。うん。え、ちっちゃい頃に見たよ。一応昨日は契約しただけ。スパイファミリーはオープニングだけ聞いた。録画って知ってる？だって録画しても見ない。なんか今日はあのドラマだって思うじゃん、絶対見るよ、見るぞって思ってても眠かったら寝る多分ね。なんかもう昔はすごいドラマとか見てたんだけど、なんかもうそういう人じゃなくなったのかも、なんかもうなんかさ、だってさ、ツイッターとかでさ、なんかさ、もうネタバレとか見えんじゃん。今週は何度かね、何度かでしたみたいな。みんながさ、ハッシュタグでつぶやいたらさ、トレンド入りするやん。で、それ見るやん。そしたらみんなが感想を書くやん。で、事細かに書く人いるやん。読むやん。もうそれでね、もう、それでもう、あ、こういう話なんだって理解するやん。そう。
本当に最後に見たドラマ、あなたの番です。あれ本当に面白くて、毎週マジでやばかった、マジで狂ってた、本当に狂うほどハマってたから、本当に面白かった、あれマジで。でもね、ドラマ見てますよ、ちゃんと今期。やっぱね、見ないといけないドラマがあるんで。帰らないおじさん、見ました。1話。マリアがずっと3人のおじさんを追いかけてる姿見ました。うん。2話以降これから見ます、うん、5話ではマリアは踊ってるらしいからね、早く5話までたどり着けるように頑張ります。ね、サイレント見たいんだよ、本当に見たい、絶対見る。では今日のね配信はこれにて終わりたいと思います。皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。では最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位クマティ、12位ホアン、11位中堅、10位ジャンアット群馬ニアおだし、9位ヒノト、8位直樹、7位マーアットおだし、6位ひとくまさとる、5位ヤナミ、4位ヒロ、3位みやちゃん、2位マッカーシアとおだし、そして1位はパオパオマーガレット、ありがとうございます。皆さん配信見てくれてありがとうございます。では皆さんいい夢を見てください。おやすみなさい。